今日はこちらのセブンアーティサンズから新しく発売されましたマクロレンズ 40mmF2.8 をレビューさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。じゃあいつものように早速開封からやっていきましょう。レンズを取り出しました。こちらその仕様についてはこんな感じになってます。ミラーレス APS-C 用のマクロレンズですね。以前このような 60mmF2.8 というものもレビューさせていただいたんですが、その兄弟機といったところでしょうか。 60mm つまり換算で 90mm になりますので、中望遠に対してこちらは換算で 60mm なので標準域のマクロといったところです。さてまずはその外観的な特徴を見ていきたいと思うんですが、持った瞬間わかることなんですけれども、金属鏡筒になってます。ひんやりとしたその質感が伝わってきますね。フロントキャップはですね、ねじ込み式になっています。このキャップを回転させて取り外すと、前玉がかなり奥まった位置にあるのが分かりますね。次に後ろ玉を見ていこうと思うんですけれども、こちらは富士 X 用となっています。もちろん他のマウント用も出ていますので、ご使用されていますミラーレスカメラに合わせてお求めください。後ろ玉はですね、結構下げてあるタイプなのでミラーレス専用設計という感じがしますね。電子接点などはない完全マニュアルタイプになっています。次にピントリングなんですけれども、このようにマクロを使おうとすると全長がやや伸びるタイプになっています。等倍マクロまで使用可能です。さらには絞りリングなんですけれども、カチッカチッカチッというクリック感のあるタイプになってますね。だからどちらかというとかっちり絞りを決めたい人用。こちらの 60mm は中望遠より、今回のレンズは標準よりということで、もちろん画角も違うんですけれども、若干作りも変わっていまして、目的もですね、分かれてくるんじゃないかなというところです。さてそれではこれを早速活用していきたいと思うんですけれども、まずはちょっとボディを求めに行きましょう。今回使うカメラはこちら、久しぶりの登場です、 XT30。 やっぱいいっすね、このコンパクトにギュッとまとまった感じ。それでは撮影に出かけてきましょう。それでは少々撮影に行ってきましたので、今からその結果をご覧いただきます。作例というよりはこのレンズの特性が分かりやすいようなケースでテストをしてきたという形なんですけれども、それでもしばらくですねお付き合いいただけると幸いです。さてまずこちらはですね、手前の花にピントを合わせて奥の電飾をですね、ぼかしてみたんですけれども、まずパッと見、目立つような収差は見当たりませんでした。思いっきり色が滲んでいるとか、あるいはピントの山がどこにあるかわからないという状況ではなくて、しっかりとですね、写ってくれましたので、描写の方はですね、大きくは破綻してはいないかなと思います。ちなみにこちらはマクロではなくて、だいたい被写体まで10センチぐらいといったところでしょうか。また背景の
ぼかしている部分に次は注目いただきたいんですけれども、まあ、玉ぼけも結構綺麗に出ていますよね。ちょうど今電飾があちこちにありますので、そのあたりをテストしてみたんですけど、まあ、そうするとこんな感じで周辺まで行っても大きな後継色は見当たらないという感じでした。 F2.8 開放はですね、少し暗いですけれども、単焦点としてはその落ち着いた設計のおかげで周囲までですね、綺麗に円形のボケが実現されていますね。ちなみに少し絞って F5.6 にするとこんな感じになります。こうやって全体を見るとですね、しっかりと円形を保ってくれているんですけれども、一応拡大するとこのような多角形になってしまうという点はご注意ください。絞りがですね、セミ円形ではなくて多角形絞りというタイプになっていますね。ただしウニは出ないので、そのあたりの特性はいいのかなという感じがします。こちらですね、換算で約 60mm ということで標準域のレンズになってきますので、マクロとして使わなければスナップ撮影などでも活用できるという形になっていると思います。加えてそこそこ綺麗にボケてくれますから、マニュアルフォーカスレンズでスナップ遊びをしたいという方にもおすすめの一本となっております。こちらですね、テーブルフォトなどで使っていっても被写体に寄ることができるというメリットがありますので、それにですね、等倍マクロまでいかなければ筒もあんまり伸びてこないので、使い勝手もそこまで悪くはならなかったです。次はですね、いよいよ等倍マクロレンズとしてのテストなんですけど、こちらは半逆光で花を撮ってみたんですけれども、マクロ領域でもですね、なかなかシャープに映ってくれているのではないかなと思います。やはりピント面はちゃんと結像してくれていますし、それに気になるような色周差も見当たらないという感じがします。特にこのような状況で撮ると画面全体が白っぽくなってしまって、コントラストが低下して映る場合もあるんですけれども、こちらのレンズはですね、そういった現象が起きませんでした。おそらくなんですけれども、前玉がかなり奥まった位置にあるじゃないですか。これによって筒全体がフードの役割も果たしてくれているのではないかなという感じですね。そこで完全に逆光にして撮ってみたんですけど、さすがにここまで来ると画面全体的に白っぽくなってしまうという現象が見受けられますね。だから太陽のような強烈な光を入れてしまうと、それはちょっとまずいんじゃないかなという感じがします。ところがですね、電飾のような自ら光を発しているようなものを撮ってもですね、それは許容範囲になっていますので、使い方を気をつければですね、十分逆光状態でも撮ってやることができるという一本になっているようです。まあ、ともかくですね、マクロ領域もかなりシャープに映りましたんで、その点に関してはですね、良かったのではないかなと思っております。それでは最後にこちらの定規を取りながら、果たしてこのレンズが本当に等倍マクロになっているかどうかの確認をしておきたいと思います。それでは寄っていきます、寄っていきます、どんどん寄っていきます。だいたいこれぐらいのところでピントが合ってきました。 23mm に映っていますので、これは実際に 23mm のものがセンサー面上でもほぼ同じ大きさで映っていますから、換算にはなりますけれども等倍マクロということですね。はい、ということで今日はこちらの最近セブンアーティサンズから発売されました 40mmF2.8 等倍マクロレンズをレビューしてきましたけれども、いかがだったでしょうか。このレンズは新品で約14,000から購入できるということで、非常にリーズナブルなマクロレンズとなっています。だからちょっとマクロ写真撮りたいなという時に、まずこれから試してみるということもできるのではないでしょうか。さまざまなマウントにも対応していますので、お手持ちのカメラに合わせてご使用いただくこともできますね。それでは今日はこれぐらいで動画を終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、ありがとうございました。失礼します。さよなら。